はい。え、それでは、えー、っと、明日の本チャンですね。えっと、桶、OK、を、ハイ二彩ステークとワンタジーステークスいきましょう。やけど、二彩線はわかりません。はい、すいません。えー、なんか、ちょっと待って、アンバーニードル入ってる。ちょっと待って、アンバーニードルはちょっとちゃうと思う。ちょっびっくりした。はい、えっとね、えー、難しいけど、ミルテンベルク、あそこのタイムが多分人気なんですけど、うんうん。あと、コラソンビートとかゼロトザームか。はい、えっとね、ロジディオンぐらいにしとく、これ。 うーん、難しいな、今日どっちこれ東京か。難しいな。うーんと、ミルテンベルクとあそこの際も、ここ小倉2歳のワン、ツーのどっちかかなと思ったんですけど。ちょっと見てみたい。うちの北村さん、見てみたい。北村良さんですね。はい。リオンディーズ・サンクということで、まあまあ、東京のこの距離やったら、今日範囲。 お母さんが BB バレルですからね。来ましたね、これ。フェアリステークス勝ちますよね。はい、お母さん、重傷ですね。パイロ3区なんでね、ダートも走ってたんですけど。はい。新潟のね、未勝利もすごい足でか、長くイエスとか勝ったんで。ちょっとここ期待しときます。えっと、レース振りは、えー、新潟の、えー、新馬戦が、 内回りの外枠はいというところでちょっと後ろからなって、まあ、ただ最後えっ、ー、と外追い出してはい追い出してからじりじりっといい足使ってるんで新馬戦からね、えー、いい上がり使ってんなと思ったんでね横いっぱい広がる中か,かなり、えー、やっぱ枠順的にも最後の進路的にもやっぱ最後ちょっとしんどかったと思うんですけど、まあ、これでもあの最後ね追い出してからいい足使ってたんではい。 で、えー、二層目に、じゃあ距離伸ばしとのもり行きましょうかー、言ったんですけど、これ、ね、北村花火でアンチの野中さんやったんです、これね。はい。で、6六番やったかな。はい。結局ね、 あの、やっぱね、新潟のマイルってやっぱ北前広ロの庭やったんで、やっぱりね、正確にもそうですけど。はい。もうやっぱりね、あのね、北村さん負けるのとこれね。はい。やっぱ3番、行為つけて最後伸ばすうちから潜って伸ばす形。はい。で、6番のリオルジー・リオンはちょっとスタート、ちょっと後ろかなっても、まあ悪くなかったんですけどね。結局また、ロスは、 でで外から追い上げてきたんですけど結局、好意で押し切ったら、ええー、ね。はい。北前広瀬さんに負けた野中さん。ただ、馬をめちゃくちゃ伸びてたんでね。これ最後買ったかな思たぐらい伸びたんで、押し込めました。三度目の正直、北前広瀬乗り戻しと東京戦4ですね。はい。まあ、未勝利戦やったんで。 勝手当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっぱここ3層見てたらね、ええー、と、非常にいい足使えてるんで、で、全部左回りで徹底してるんで、経験は豊富なんで、はい。えー、ここ押し切ってもいいんちゃおうかなと思ってます。6番ですね。これ、あ、ごめんなさい、来てみました。じゃあごめんなさい。ないちょっと先でした。はい、しっかり勝ち上がったんで、ちょっとやっぱね、うーん、そうやな、2再戦で見るとちょっと足がやっぱ糸ちゃうかなと思ったんで、はい。 これはちょっと今回期待しときましょう、はい。地味なんですけどね。あの、か、あの、3走この <laughs>、成績だけ見るとそんなに派手じゃないんですけど。はい。頑張ってください。内食いたんでね、来てまいりました。今年、調子上がりました、これ。はい。えー 結果がままままともにっったたこれ、はい、去年年ででねね、えー、の勝利で今年戻しました8パーなってます約2倍です約倍けど、ねはい、最近もね、結構ね、勝つなと思っててで、まあまあ、確かに今回東京はどうかなと思ったんですけど、やっぱり、新潟やっぱ強いですね。やっぱり新潟っすね。すごいねこれな。よろしいかお願いします。次、えっ、ー、と、ファンタジーステークス。はい、京都開催日没の関係で後ろになりました、18頭フルゲート。ファンタジーの18頭って珍しいんじゃないですか、これ。 はい。こちらも全然誰来るかわからなかった。しかも勝つ頻乏なんでわかりません、ね、ってことで、11番人気これ。はい。暫定ですけど、テラメリタにしかな。シュークリーム。シュークリーム1番人気。いつもニコニコ。あと、あれやろキャンシーエンジェル、キャプテンネッケ、クイックワイドとか多分人気になると思うんで。うん、今回あれやな。海外行く貴重員で言ってたけど、あれやな。漏れちゃん。ぐらいしかおらん。モレちゃんデムちゃんぐらいしかおらんのかな。はい。で、そんな中で、まあ、ああの、 多分全然巻き返す馬何本も言ってるんですけどね。えっと、その中で。まあ、ヒヒーも面白いかなと思ってるけど。ヒヒーもちょっと気持注目してる。うちは o し。はい。えー、テラメリタに一旦注目してみましょう。はい。お父さん、ブレックスモルタル。これ聞いたことあるのこれ。これは聞いたことあるよそうや。前回、重症化あったんや、これ。はい。早速勝ちました。米国サンバですか、これ。はい。えー、ね、サウジアラビア、圧勝しました。 ゴンバデガブースのとこですね。いきなりね、活躍しましたんで。まぁ、あ、ちょっとダートの方が、全体的に成績目なんですけどね。うん、まあまだ走っていけばかりし。ただ成績はやっぱいいっす、これ。うん、なぜ、車台のクマなんでね。はい。で、車台でも一応ルメちゃん新馬戦使って勝ちました。まあまあちょっとレースっぷりはそんな、あの、はずじゃなかったんですけど。はい。で、2層目やな、これな。はい。 ルメちゃん乗って、車体がね、ルメちゃんこんだけ乗すの珍しいんで。はい。スタートしました。で、これ3番出遅れてこれ。終わった。のでこれで終わった。これ以上。これだけ。以上これだけ。はい。4コーナーで追い上げていってんけど、追い上げていってんこれ。追い上げていってんけど、まあなあ、ちょっとな、展開向か,かったな、出遅れたしなあ、ってところで。はい。ルメちゃん必死にして動いてます。距離短いんで、直線。はい。大変の札幌というのも直線結構短いんで、もう追い上げてます。はい。 結局、8番七番の外出しだったんですけど、まあ、そこね、やっぱね、内枠やったんで、さらにロスあったところで、はい。まあね、出遅れとこの外回した分でも、すでに時然遅しですわ、はい。まあ最後もね、しっかり伸び取ったって伸び取ったんで、前の3頭とやっぱ展開とかいろいろ考えると、まあよくかまどっちゃうかなと思って、ここしかもルメちゃんからの乗り換わりで、誰だっ,たっけ、秋山さんか。 なんですけど、まあ、一番人気やったし、これ巻き返せないとチャンスあるかなと思ってます。はい。さあ、明日でもね、テラーメイリタだけですって、これ。これ <laughs>。ただね、あの、表より人気出るかもしれんな,な、これな。なんか、12番人気の何倍 ?28 倍ぐらいある ?4、50倍つくんかなことなんですけど。うん、他をね、 ユーロマジックとかね、電送1.7秒さえ買ったミシュリンのとか、いっぱい新戦上がりとかの、まあ、おるんですけど、それを差し置いての、まあ、わからんすけどね、明日になったら。た、ま、だね、20倍ぐらい粘ってるんで、これ、ほんのやっぱ強いんや、と思って。ルメちゃんの乗り換わり、やっぱ気をつけな気をつけとこう、これは。これは気をつけとこう。はい。うん。ルメちゃん、一番人気負けての乗り換わり。これは気をつけとこう。うん、そ,うそう、ルメちゃんな。そうそう,そう。カッターマンのな乗り換わりはなあの、人気ですぎるから。そうそう。 負けた時の乗り換えにしかも実は一番逃げたから。よろしくお願いします。ということで、また明日ライブでお会いできればお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。